ディリア・ショブホワは、ロシアの陸上競技選手、専門は長距離走、マラソン。2004年アテネオリンピック及び2008年北京オリンピック女子5000メートル、2012年ドンドンオリンピック女子、マラソンロシア代表。シカゴマラソンで2009年から3年連続優勝を、飾る。2005年、2006年ロシア室内選手権、女子3000メートル優勝者。また、ロシア選手権、 女子5000メートルを2度優勝した。2004年アテネオリンピック5000メートルに出場し、15分15秒64の記録で13位となった。2006年世界室内陸上競技選手権3000メートルでは、メセレトデファーに次ぐ2位、ヨーロッパ陸上競技選手権5000メートルでも2位の成績を残した。2008年7月19日火山で開催されたロシア選手権では、 14分23秒75を記録し、女子5000メートルヨーロッパ記録を更新。世界歴代3位を記録した。北京オリンピック5000メートル決勝では15分46秒62の記録を残し6位に入った。初マラソンは2009年4月のロンドンマラソンで2時間24分22秒で、イリーナミキテンコに次ぐ2位。 そして2009年10月シカゴマラソンに出場し、2回目のフルマラソンでミキテンコ以下を抑え2時間25分56秒の記録で初優勝した。2010年4月ロンドンマラソンに出場し、インガービトワイカを抑え2時間22分00秒の記録で優勝した。激しい競り合いとなったこのシカゴマラソンとロンドンマラソンの2勝は、 いずれも 40km ゴールまでを6分台という持ち味のトラックのスピードを生かした男子並みの圧倒的なスパートで優勝している。2011年に出場したシカゴマラソンでは初めてのサブ20となる2時間18分20秒の世界歴代2位となる記録で圧勝し大会3連覇を果たす。シカゴマラソンやロンドンマラソンでの数々の優勝により 2009から2010シーズンと2010から2011シーズンでのワールドマラソンメジャーズに連覇を果たして現役世界最強選手と認識されるようになった。2012年ロンドンオリンピックには女子マラソンで出場したが 22km 過ぎで途中、危険に終わっている。2014年4月29日、ロシア陸上競技連盟から2年間の出場停止処分を受けた。 生体パスポートによる検査で血液ドーピングが強く疑われたためである。ありがとうございます。